はい、どうもこんにちは。ガーネルです。さあ、続きやっていきましょうか。前回は、これ模様筒ホムラ、火車っていうやつを、まあ、結構あっさりね、倒してしまって終わったって感じだよね。結構ね、火焼いちゃってて、全然やってなかったんで、まあ、ちょっと忘れちゃってるんだけど、で、確かね、レベルを、前回58まで上げてたんだけど、60まで上げてたんだよ、確か、あの後。なんか、奉納とかして、アムリット溜まったから、60まで、レベルを上げました。確かね、体に2振って60にしたはず。はい、ということなんで、まあ、早速次のとこ行きましょうか。って次、何するか全然覚えてないんだけど、そうか、なんか秀吉軍が、なんか、そうだね、秀吉、藤吉郎がなんか、軍を引き連れてどうこうみたいな話を確か知ってたんだよね。はい、ということで、早速行きましょうか。軍の勢い止まらず、左翼が崩れました。なんと、あの猿めが。ゴズメを出して食い止めよは。解せぬ。いかにあやかしとはいえ、この人これ誰だ？ほどの霊石を用いぬ限り、このような勢いは。利光、信長様より奪った霊石、厳重に保管してやろうな。答えよ、利光。霊石をどこへやった。すげえ悪い顔してますね。利光殿。めっちゃでっかい剣使ってんじゃん。なんかちょっとすごい気になるところでムービー終わっちゃったね。さあ、やっていこうか。ただマジで久々なんで、ちょっと操作の方がちょっと割と厳しいっていうか、まあ秀吉あれではだなな。ぜこうも早い。人間技とは思えぬ。まあとりあえずね、覚えてるのは明智光秀と秀吉、まあ藤吉郎がなんか、3日みたいなの知ったのは覚えてんだよね。前回とか前々回だったから、ムービーでね。ちょっとそれは覚えてんだけど。さあ、とりあえず行きましょうか。マジで久々なんでね。ちょっといろいろと操作思い出しながらって感じだな。とりあえずあれだな。この辺のスキルとかを使っていかないと。まあ、使わなくてもいいんだけど、使わないと狩猟ミッション受けられないからさ、今作。どうしても受けざるを得ないんだよね。受けざるっていうか、やらざるを得ないんだよね。さあ、敵、いたね。ドヤ顔で敵いたな。よう。敵、かっさいな。こんな硬かったっけ？まあ、レベルも相当高いしね。で、これでズームできるのを覚えた。なんか違うところ。おー、違うとこから攻撃してくんだ、お前。ちゃ、硬えな、こいつ。こんなに硬いのかよ、ミクロムシは。ミクロムシの硬さじゃねえよ、もはや。なんか変な感じで降りちゃったな。さあ、これあれか。でもこれはあれだよね。普通の。何しとんねん。何しとんねん、俺。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっとド下手すぎるぞ。ちょっとこいつはあれだな。戦いの勘を、ちょっと取り戻さないとな。やばいな。ちょっと功績死にまくる予感しかしないな。ちょっと待って、なんか指全然当たんないんだけど。どうしちゃった？
ただその辺の見切り系もね、ちゃんとあれしたいんだけど。ああそうだ、俺型のスキルでこのこれやった後にまた連続攻撃ができるっていうスキルを取ったんで、そういえば前回終わった後だったかな。うん、これは結構ね使えるんじゃないかなと思って。うん、今まで刀系のスキルって結局なんかバフ系みたいなそういうのばっか取ってきたんだけど、まあ、ちょっとこういった技にもちょっとねスキルを振っててもいいのかなっていう感じがしたね。本当はもっといろいろ刀のね技たくさんあるんだけど全然振ってないんだよね別にいらねえかなとかって思ってさ。あーこれあれか、俺前回のことで手に入れたやつ使ってんだ。これ結構入るよね、いいよねこの技。ちょっと早くお前、ね、やられてな。うん、そう、炎の継続ダメージもあるからさ、これかなりいいかもしれないね。意外に炎のあれが強いかもしれないね、状態上がさ。なんか回復するようなエフェクト出てんな。俺なんかそんなようなスキルがついてんのかな、ちょっとわかんないんだけど。ただこれは反対側からしかいけないっぽいので。あ、お久しぶり。いやーこいつ強いんだよな。うん、妖怪の中でも一に争う強さだな。うわっいや今のはマジで下手。くそ、この場所さ動きが地味に遅くなるのつらいよね。いやちょっと待って、カウンターのあれもさ全然さやばいな。ちょっとマジでリハビリが必要だぞ。こんなところでリハビリとかする場合じゃないんだけど。しかも変なやつでバチった。敵いたっけ。こいつは2体相手ですときついぞ。まあでもこれくらい切り抜けられないとな。あいつ遠距離でも攻撃ができるっていうのは強いよな。いやちょっとマジさ本当にその技強いわ。一発お名刺。あ、まだ撃ってないか。ほんまにそれ強いって。あっぶねえ、回復をバリバリ使っちゃってるね。もうちょっと丁寧に戦わないとダメだなもうちょっと丁寧に戦わないと。ああ最初雑すぎるわ。あーなんかいろいろいますね。誰バレた、あいつにバレたんか。銃で撃っちゃうか。あっ、ちょっといや冗談きついってマジで。赤いのエフェクト出てたやん。あれそんな技あった、なんか知らない技されたな今。あんま強いと思ってねえんだよな俺の中では、あくまで俺の中では。もうちょっとお前、もうちょっと今度見せろお前それ。大丈夫かな、一発でも食らったらダメージエグいからな。あー俺のタイミングだったらよくわかんねえな。他にもっとなんか大技あったじゃん。で、あそこのやつ倒したんだよね。あそこにもいるんだよな。あー、バレた。あいつは索敵能力高すぎだろ。あー、お前らよ。これはそっちの方か。え、どうやって行くんだ、あれ。あれ、どうやって行くんだろうね。
上から落ちる的な感じだと思うけど、ただ上に行くはしごはどこにあるんだろう。はしご見つかんないな。はしご見つかんなくないか。ああ、はしごっていうよりか道から行く感じかな。これはあれだ、さっき俺が見つけたショートカットか。あそこにいる鬼とか袋虫はめんどくさいからね。あー、めんどくさいって聞きますね。こいつであれだな、こいつあの見切りを練習したいんだけどな、久々だから。ちょっと今更そんなリハビリとかしてどうすんだよって感じではあるんだけどね。やっぱもうちょっと定期的にやんないとダメだな、ニオ。ちょっとまでね、忘れてきてるわ。うん、あー、なんかここになんかいるっぽいぞ、なんか。あ、カマ野郎じゃん。嘘だろ。出たよ、カマ野郎。前作の鬼で一番強いと思ってたのがカマ野郎だからね。カマ野郎強くない？あー、持ってっちゃったね。え、そっから降りんの？普通にこっから降りてこればいいのに。よくわかんねえな。だからこいつからあんまり距離取るとダメなんだよね。あ、めっちゃ距離取ってんけどさ。ちょっと待って。いや、マジさ、この野郎強いってマジで。いや、普通にさ、離れ、うわ、ちゃ、いや、マジ、カマ野郎強いわ、マジで。さあ、とりあえず戻ってきましたね。とりあえずこれはもう、ちょっとマジかよ、最悪だわ。なんだっけ、あれで建物のあれのせいでさ、中に入らなかったわ。ちょっとさ、マジで頭おかしいわ。マジで頭おかしいわこいつ。あとなんかやったらさ、ハマるんだけど俺。なんでこんなハマるの。あー、当たり判定よくわかんないな。もうやっぱ強いこいつ。もうちょっと軽く下げてほしいわ。さあ、なんかどうやらずっとここに階段があったらしいんだけど、全然見落としてたね。いやー、マジでさ、どうしよう本当にこいつ。強すぎ、わざとなんだけど。なんでこいつ強いの、こんなに。マジ避けらんないんだよね。避けても当たるっていうかさ。あ、だからこいつさ、こっから降りてたんだ。やっとなんでこっから降りてたかのかが理解できたわ。ちょ、あいつ持ってっちゃったよ。まあ、ゆっくり行けば別に問題ないんだけど。いや、マジでさ、本当にあのワンコンボで殺されっからさ、本当にきついわ。くそ、完全にお前読んでたな、お前な。あれ見たことないよ。くそ、まあマジでこれさ、打つのが遅いからさ、あんま打てないな。こいつ前作でも強かったからな、このカプサリ野郎だけは。マジ鬼のとこ、鬼の中ではマジ別格だったからね、こいつだけは。あー、でこっからこのこいつ助けるって感じかね。よーし、ようやく先進めるぞ。マジ先進むのにどれだけかかってんだって感じではあるんだけど。あー、ここ常闇だね。ただここ落ちれるね。常闇落ちていくか。あ、なんかいたな今。他は特に、ああ、結局常闇に入ることに変わりはねえのか。ああ、お前か、お前か、お前
さっきみたいに油断したら普通に殺されるかなこいつ。あ、別のやつでバレたっぽいな。めんどくせえ。別のやつでバレちゃったよ。あれ、なんかさ、あんな感じで何の猛暑もなしにああやって撃ってきてたっけ、後ろから。なんか技増えてない、敵の技。今まで出てきたやつ、あー、なんか増えてる気がするわ。なんかオーラみたいな放ってんな。ってことはあれか、ここは敵を倒すっていうよりか、なんか変なものが置いてある感じかな。変なものっていうか、まあ、まあ物やな。ああ物で強化されてる的な感じのあれかな。あ、これじゃんこれ破壊だね。あー、晴れを破壊か、間に合うかな。あ、手で降りちゃったし。あー、この火車のやつもこれ変わるんだね、ちょっと。ナイス、ここまで削ったのはナイスだぞお前。これ結構やっぱり決まると強いよね。うん、決まると強いわ。うん、さあ君のことを助けるのを忘れなくということだね。さあ先進みましょうか。あ、こっちでいいのか。ただこっちの道もあるんだよな。ここの道なんだ知らねえな。ああ、アイテムがあるだけか。さあ気を取り直してやっていくか。あー、なんかすごいなんか田舎みたいな感じのあれだな。他を晴らされたら俺たちは、なんか変なところになんか野手置いてあるね。普通にここから敵が見えちゃうっていうさ。よしやっていこうか。ってかさ、 こいつ普通にあれじゃん、もうターボ道通ってんじゃん。バカたれよじゃここ通っていかないといけないっぽいな。このステージはなんかさ、もう水の上を歩かせるみたいなステージになってますね。すっごい動きづらいんだけど、実際すごい動きづらいんだけど。あ、バカみたい的にな。あ、バレちゃったね。その程度じゃやられんよその程度ではやられませんよ、さすがにね。あ、これようやく NPC 来たね。松田、あ、これ、あ、わかんないけど松田さんですね。これあれか、落ち水かな。落ち水でいいんだっけこれ。気力回復しやすくなるってやつ。じゃあ早速この攻撃のあれを試したかったんだけど、すっごい動きづれすごい動きづらくてやりづれ。さあ敵もあれだよね、動きづらくなってるよね。さすがに敵も動きづらくなってなかったらおかしな話だ。ほら大立ちだよね。ああ、なるほどね。ただあれだな、斬新とか回避行動に行けねえんだな、あのあと。あ、一応行けたわデマ、デマ吠えたわ。うん、これ当たると結構強いかもしれないな。ちょっと妖怪だけ攻めましょうか。よーし、いや決まるとやっぱこの技強いわ。よーし、ようやくここのショートカットっていうか、まあそうだね、ガチできましたね。いやマジここさ、まあ動画では多分カットするんだろうけど、めちゃくちゃ敵いたわ。バーカみたいなとここ敵いたわ。で、だけどここのこっちか、こいつが NPC なんでね、やりましょうか。91ですってよ。あー、やりかこいつ。
槍だね。槍マンか。いやでもこの技のおかげでちょっとあれだな、俺の戦い方もちょっと変わるかもしれないな。あ、本当はねあれで気力削ってまあ殴っていくっていうのは多分セオリーになるとは思うんだよね。おーおー、あいつ何しとんねん。あいつなんか遊んでただけやったな。バカだねお前。あの日よりも遊んでただけやったな。よっしゃ、この道ですね。ただこっちの道あんな。あ、これはあれか、血型な使われるだけかと思ったんだけど、普通にこっち道あるね。普通に道あるけど、あーでも上から行くってわけならさそうだな。そう、ここにねこいつがいるのは知ってたんだけど、まあまさかここで取れるようになったのはちょっと思わなかったね。よし、とりあえず気を取り出していこうかと思ったんだけど、まだ結構近くにいるねこいつはね。だってこことあそこに2人いたもんね。まあいや、先行きましょうか。あの光秀が霊石をよほど追い詰められたか。あそこに撃ってますね。撃って来ようとしてますね。こいつだよね多分。さっき俺が、いや違うとこにもいたわ。お前か、お前が俺に気づいたのか。これ下に降りても大丈夫か。下降りちゃっても大丈夫かね。あー大丈夫そうだけど、てかあそこにいるじゃん。あーすごい間隔短くいますねこいつね。そんなに間隔短くいたら終わっちゃいそうな感じがするわ。もうすぐ終わるんじゃないみたいな。利光殿は一体どこから。あーなんかこれ状態上っぽい。これあ、塗り替えパーセン、塗り替えパーセンいるなあ。あ、陰陽師さんじゃん。あ、なんかめんどくさい出してきやがったなお前な。あーそっちじゃなくてな、ちょっと妖怪の方やりたかったんだけどな。あーまだいんのかよ、まだやがったこいつ。くそ、おっとでも地味うぜえからな。どうしようかね一応。あれ前さ、それでスルーしてさ、結局何あれしたからな、フリカル攻撃するみたいな感じになっちゃったからね。やっちゃおうか。有効的な態度で殺されてるんで、まあ、それ以外か。多分なんかショートカットルートだと思うんだけど、どうかね。ちょっとじゃあ早くやめてくんない。首をかしげる結構長かったな。あ、こんばんは。その攻撃結構早いからうざいんだよね。ああやっぱなんか裏から行ける感じっぽいっすねここは多分ね。なんかこれここなんかカーソル合わせられるんだけど、あすごい怪しくないこれ。とりあえず破壊しよっか。よくわからんけど、あってかなんかこいつ死んやられちゃってるじゃん。なんか連動してたんかな、もしかして。なんかそう臭いね。あ、上の方のでっかい霊石でもあったんかな。たまたまさ下降りてさこうやって進んできたわけなんだけど、結構こうなしたっぽいな。
ああ、めんどくさい敵と戦わずに進んだっぽい、どうやら。で、これは反対側からしか開けられないと。これは地下にドカ闇がある感じなのかな。さあ、階段があるから上がってみようか。多分地上に出るんだと思うんだけど。たださ、あの霊石破壊してからさ、意外に敵がもういない説。いたわ。普通に起き上がってきたな。何の割引もなくこいつ起き上がってきやがったな。ああ。決まるとこやってね、あっさり倒せるんだけどね。ああ、なんか結構なんか、大回りじゃっていうかまあ、近道してくれたっぽいけど。ああ、また上から撃たれてんな。いや、くそ。そこにいたのか。しかも、されが下道兵もいるじゃん。お久しぶり下道兵ですよ。ちょ、指の軌道どうなってんだよ。全然さ、変な焦点になってんだけど。意味不明なところに撃ってるよね。ああ。違う。あれ？あ、変えられたわ。ちゃ、もう最悪だわ。もう弾が変えられなかったからさ。いや、お前に近づけさせると思うね。なんかすごい、なんか裏から開ける扉たくさんあるね。本来はまあ、これ正面突破していくと、まあ開けられないよみたいな感じで多分辛かったんだろうな。この階段登るわ。この階段登った先に違うやつがいるんだけど、ちょっと、しかもお前かよ。しかもお前か。あ、これで、はめ殺ししてもらいたいとこなんだけど、ずっ降りてくる、あいつ。降りてこないっぽいな。降りてこいよ、お前。なあ。何してんだ、あいつ。何してんだ、あいつ。こいつ、はまってんのか、もしかして。はまっちゃった感じか。いや、マジでさ、バカみたいな攻撃力だ、マジで。あれ、こいつ構えじゃねえな。これ、双剣マンか。これ、双剣マンだね。あ、双剣マンかよ。双剣マンは初か、今回。双剣マンもまあまあ強いんだよね。今みたいな感じで。動き早いから。さあ、声が聞こえてたんでね。まあ、言うのは知ってたんだけど。結構もう見つけたよね。このステージ何体いるかちょっと把握してないんだけど、さあ順調にこいつ集められてきてますね。てかマジここめっちゃ広いんだけど、この中だけでもう行くとこたくさんありすぎて困っちゃうよ。ああ、こっか、常闇か。ちょ、いつだったらあれ来てくれんすか。いつなったら、しかもあれあるしよ。マジか。完全に待ち構えてんじゃん。とりあえずあれだな。ちょ、今回は一旦ここでやめるわ。うん。まあ、とりあえず次回はね、まあ、こっからやっていくということで、まあ、とりあえず一旦ここで、やめるって感じで、ちょっと中途半端なんだけどね。はい、ということで、今回はこれで終わります。さよなら。